サーン・グッド・マーシャルはアメリカ合衆国の法律家でアフリカ系アメリカ人として初めて合衆国最高裁判所判事になった人物である。1908年7月2日にメリーランド州ボルチモアで生まれた。彼の祖父は奴隷だった。1930年、マーシャルはリンカーン大学を卒業した。卒業後、彼は メリーランド大学法科大学院に入学を志望した。しかし、白人と有色人種の分離政策のため学校側から受け入れを拒否された。そこで代わりにワシントン DC にあるハワード大学に入学する。在学中の彼はチャールズ・ハミルトン・ヒューストン学部長に大きな影響を受けたとされている。マーシャルは憲法のもとにおける平等という心情を すべてのアメリカ人に実現したいという願望を持つようになる。また彼はアフリカ系アメリカ人学生により1906年に創設されたフラタニティアルファファイアルファーのメンバーにもなった。1933年、マーシャルはハワード大学を主席で卒業して法学学士の学位を授与され、ボルチモアで個人法律事務所を開業した。 そして翌1934年、彼はボルチモアの全米国人地位工場協会で働き始めた。彼が手掛けた最初の大きな市民権事例として、マレー対ピアソン裁判がある。この訴訟は、アマースト大学を卒業したドナルド・ゲインズ・マレーという黒人学生が分離平等政策のため、 メリーランド大学法科大学院への入学を許されなかったことを不服として訴えたもので、彼は州と争い全面勝訴しただけでなく、この判決が道徳的判決の先例にもなった。マーシャルは32歳で NAACP の首席弁護人に任命され、32の裁判のうち29で勝訴するという活躍を見せた。その中には、 人種統合と公民権運動への道を開いたとされるブラウン対教育委員会裁判がある。この裁判によって法律上のすべての人種差別は個人に対する法の平等保護を定めたアメリカ合衆国憲法修正第14条に違反するという判例が確立した。さらにこの判決は1896年のプレッシー対ファーガソン裁判における分離すれども 平等という宣令をも覆した。1967年6月13日、リンドン B ・ジョンソン大統領は、マーシャルを最高裁判所判事に任命した。同年8月30日に上院に承認され、10月2日に先生の上就任した。これは、96番目にして、初めてのアフリカ系黒人最高裁判所判事の誕生だった。1991年、 引退を発表。1993年1月24日午後2時にメリーランド州にあるベセスダ海軍病院で心臓麻痺により死去した。ありがとうございます。